皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。エルナードパート7続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回西の大陸に渡って、乗り物が墜落してしまって、ここでいろんな方と出会うわけですが、まあ、恋に呪いをかけられてしまって、ちょっと動きづらいなあという状態になって、まあ、その呪いを解くために今、神の沈黙という洞窟まで、最深部ですかね、まで来たとこです。この怪しい墓がありますけど、それをちょっとしてみたい。ガムルの墓、怖い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 、何これ。ね、いましたいました。もう何の嫌がらせですか。ふっ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 、必ずここへ来ると思っていたぜ。忘れたか、俺だパイソンだ。半分忘れてますけどね。序盤に出てきた人かな。お前を地獄へ引きずり落とすため、あるお方の力を借り、誰でしょうね。メタルパイソンとなって、この人3回目じゃないかな。蘇ってきたぜ。悪魔の力を得た今、もうお前には俺を倒すことはできない。死ねー。面白いですね。すいません。あ、どうでしょうか、これ勝てるんでしょうか。魔法使えないですかね、これ。うわー、続けてくれれば勝てます。やったー、倒したー。早かったです。うん、よかったよかった。喜ぶのは早いぜ。まだ生きてるの。もうじき貴様は自分のしてきたことに対して悔いる時が来るのだ。はっはっはっは。貴様の驚く顔が目に浮かぶようだぜ。へっへっは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 。え、何なのかな。おお、手に入れましたね、月の光。これは何なんですかね。呪いを解いてもらいに、あのじっちゃんのところへ行きたいと思います。それは月の光。お主本当にガリウスを倒すつもりなのじゃな。ならば呪いを解こう。やはりわしの思い過ごしだったのかもしれん。つまぬことをした。いいな、みな、バキナ、クノ、トデ、シーデ。あ、まだあった。すいません。トミコ、ノニ、ピペ、ネラー。これ何ですかね、この呪文。ドン。こんなんで元に戻る。元に戻りました。これで呪いは解けた。本当にすまぬことをした。本当だよ。どれだけ苦労したことか。お詫びに、お主の探しているアークについてわしの知っていることを教えよう。そもそもアークは5000年前に闇の王ゴーシアを倒すために使ったものらしいんじゃ。神は7つのアークでゴーシアの力を封印し倒したという。残る神のアークはゴラス藩に復活したガリオスの元にあるようじゃな。わしの知っていることはこれだけじゃよ。ガムルよ、どうかこの世界のために見事ガリウスを倒してくれ。前回旅を続けててちょっと気づいたんですが、殺したはずのオルヴァンが生きてました。ちょっと行ってみましょうかね。ちょっとびっくりしたんですけど、なんとなんと
オルバン、お主ならきっとこの仕事を無事やり遂げられるじゃろう。なんと復活してるんですね。それとも死んでなかったんですかね。ちょっとびっくりしました。すいません、これだけなんですけど申し訳ないです。本編に戻りたいと思います、はい、赤い点滅が見えました。あー、前とはガラッと違って、どこ行けばいいな。おっと、なんかまた変な敵が。東の大陸で倒したドラゴンにちょっと似てますね。魔法が効くのか。押しました。さてと思い、はい、別の場所へやってまいりました。敵は今のところいません。いざ勝負といきたいと思います。とお城ですね。うわー、これきついな。貴様が噛むるか、よくここまでたどり着いたものよ。このガリウス様に立ち向かってくるとは。その無謀さに敬意を表して、わし自らの手で闇に葬り去ってやろう。いましたね、ガリウス。おっと、見えない。なんだこれは。これですね。よいしょ、現れました。うわ、まがまがしい。消えるんですね、途中で。もう厄介としか言いようがないです。
リウスを倒しました。どうなるんでしょうか。カムルは神のアークを手に入れた。よくぞ七つすみませんよくぞ七つのアークを探し出してくれた。おっと、取られた。七つのアークが砕け散った。これでアークに封じ込めていた私の力は解放された。ふっ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 ふ、まだわからないのか。そうだった、お前たちを育てたシーダだ。うわー忘れてた、そうでした、この人でした。もっともシーダなど5年前この時代に来た時真っ先に葬ってやったがな。愚かな奴らよ、私が時を超えて過去の時代から来たゴーシアだとも知らず、よく働いてくれた。おかげで神に復讐することができる。もうお前に用はない、闇に消え去るがいい。どうなるの。神よ、今すぐお前の元へ行き、息の絵を止めてくれるわ。もう7日間も眠り続けたままだよ。大丈夫かしら。なに、傷は治ってんだから心配いらねえよ。よかった、気がついたのね。7日間も眠り続けたままだったから心配したよ。何があったかは知らないけど、命は大事に押しよう。助けてもらったんですね。俺も若い時は無茶したものさ。気をつけておいき。優しいですね。誰だっていうか、どこだあれ、この辺りでは見かけない人だね。どこから来たんだい。ここはどこかわからない。今は光と闇が戦う大変な時代なんじゃ。だが我々にはそれを見守ることしかできない。ゴーシアが倒れた今、魔物どもは闇の世界に戻るしかあるまい。ゴーシア？おお、元気になってよかったな。しかし君の言う町や国の名前は聞いたことないものばかりだが、一体どこから来たんだい？いや、ここはどこなんだい？いやー、無謀なやりというですね。ちょっとどうしよう。神様がゴーシアを倒されたそうよ。これでやっと安心して暮らせる平和な時代が来るのね。神様がゴーシアを倒す。長く続いたこの争いもこれで終わるのだろうか。これだけ。俺があんたを見つけたんだぜ。突然稲妻の中から出てきたからびっくりしたよ。例えば稲妻がかけら、なんか呪文のようなものをかけられてましたね。え、この町の名前？アラノームっていうのよ。あ、わからない。どこだ？ところで、あなたどこから来たの？話してもわかんないんだろうな。ついに神はゴーシアを倒されたそうだ。やれやれ、これで世界は救われたな。怖い戦いだったけどね。今の状況は全然わからない。つかめない。どうしたらいい？おっと、音楽
変わってますね。しばらく聞いておきましょう。はい、次の国ですかね。やってまいりました。いろいろ話を聞いてみたいと思います。このペセンドラには多くの若者が夢を抱いて集まってきます。この町は芸術と文化の都として知られているのよ。私毎日歌のレッスンに通っているからお友達と遊べないの。もう歌なんて大っ嫌い。レッスンが嫌だ。もう17年も苦労しているのにまだ芽が出ないんだ。これって才能ないのかな。いろいろ若者が悩む場所ですね。今人々に勇気を与える曲を作ってるんだ。いつの日か有名な絵描きになって神の絵を描くんだ。あれですね、こう芸術家たちが集まる町ですね。お前さん知っているかい、この星の名前を。いや知らないです。エルナード。エルナード、タイトルじゃないですかって言うんだよ。こんなんだったっけ、ちょっと忘れてますね。この星を作られたのは神とは違う世界のお方らしい。レナードはちょっとびっくりしましたね。私には何もできないが、神の意思を絵に残し、後世にこれを伝えるつもりです。3日前の夜、誰かのものすごい苦痛が私の頭の中に飛び込んできたの。でも私には分かった。あれは神の苦痛だわ。神の苦痛？きっと神の身に何か起こったに違いないわ。どういうことだろう。北西の大陸にメレナームという、おお来ましたね。恐ろしく文明の発達した国があるそうなんだ。あ、これはメレナームが滅ぶ前の話ですかね。俺もいつか行ってみたいんだが、忙しくてなかなか行けないんだ。おっと、いろいろいますね。このお酒はかの有名な芸術家アビコがこよなく愛したと言われているの。あ、それっぽいですね。あんた信じるかい、神が倒されたなんて。そんなことあるわけないよな。本当なんだ、神がゴーシアに倒されたってイジニアの教祖たちが話してたんだ。嘘だと思うなら西の川のそばにあるイジニアの国に行ってみればいいよ。イジニア、お前にレベルも上げなければ、金も貯めなければ。神が倒されたなんてそんなバカな話があるもんか。私は酒がないと生きていけないんだ。ほどいてくれ、聞く。ほどほどにいきましょう。はい、次の国へやってまいりました。いろいろと話を聞いてみようかと思います。ここは神の国リジニアです。リジニア、
神が倒された今、この世界はどうなるんだ。私の使命は人々を守ることです。ラックスみたいなのがいますね。私はメレナームで生産された防衛用の鉄人です。防衛を守るですかね。神が倒された今、この世界はどうなるんだ。神が倒れた今、これから一体誰に祈ればいいの。困惑してますね。この世の終わりじゃ。神の力も通じない相手に我々が太刀打ちできるわけがない。どうしたらいいんじゃ。どうすれば。これから恐ろしいことが起こる。もう誰にも止められない。教祖様にお会いになれば詳しいことが聞けるはずです。すぐに神殿へ行ってみてください。教祖さん、誰ですかね。でっか、この町の構造はどうなってるんだ。神が倒されたというのは本当なんだろうか。だとしたらこの世界はどうなるんだ。ですよね。ロペスのやつ、また新しい商売を始めるらしい。いつもメレナームから便利なものを買ってきて商売をしているんだ。ロペス。ロペスの親父が、何?700万ゴールドですかね。も出して、すっげえものを買ったらしいぜ。え、お金持ちなんですかね。私には信じられない。神が倒れたなんて。おっと、まずは教祖様からお話を伺ってください。わかりました。あなたが未来から来られた方ですね。そう、もうお気づきでしょう。あなたはゴーシアの召喚に巻き込まれ、5000年の時を遡り過去の時代へ来てしまったのです。ゴーシアとはこの世界を我が物にせんと目論む恐ろしい力を持った闇の王。ゴーシアは神によってその力を7つのアークに封印され倒されたはずでした。しかし残された力でゴーシアは神の力も及ばぬ未来の、つまりあなたのいた時代へと時を超えました。自らはアークに近づけない。ゴーシアはあなたたちを騙して7つのアークを集めさせ、そしてアークから己の力を解き放ったのです。あなたのご覧になったアークにはそれぞれ不思議な力が備わっていたでしょうですね。それはすべてアークに封じ込められていたゴーシアの力だったのです。この町に飛空艇と呼ばれる空飛ぶ船を持っている者がいます。それに乗れば海を渡りメレナームのある大陸へ行けるでしょう。北の大陸にあるメレナームでは科学の力でゴーシアを倒そうとしています。そこへぜひ行ってみてくだされ。人口は、つまりタイムトラベルしたわけですね。5000年前の世界に。あなたなら神をお救いできると思います。お願いです。力になってください。神とゴーシアの戦いはこの世界を破壊するほどの凄まじいものだった。
ホーシアが復活した時、神はなすすべがないことを承知でコラス藩に向かい、ホーシアの前に倒れたのです。その神からホーシアはすべての力を奪い、結界の中に閉じ込めてしまいました。なんとかしてお救いしたいのですが、我々の力では結界に近づくことさえできません。お、いませんね。さっきいた神官が、左回り。お、誰だ。いいことを教えてやろう。実はロペスは大変な女好きなんだぜ。何、飛空艇に乗せてくれだと。乗せてやってもいいが、タダではダメだ。船賃として7000ゴールドいただくがいいかね。まあエスナいるんだけど、お、忍び込み成功です。ほら、関係者以外は立ち入り禁止だ。あ、あら、あら、出ていけ。あら、見つかっちゃった。あら、あ、2回目です。今度こそ成功です、多分。なんかそれらしき人物を発見したので話しかけてみようかと思います。え、もう出発の時間かい。よし、それではメレナームに向けて発進。ママと成功しました。またこれ音楽のどかですね。いやー、まさか主人公も5000年前の世界にエルナードに来るとは思ってもいなかったでしょう。さあ、メレナームに到着したぜ。はい、それでは時間の区切りも良いところなので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。